宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ももこです。ちかこです。はい。帰ってきました。沖縄から。おかえり。どうだった？楽しかった。やっぱね、あったかいとね、うん、心がこう、和むっていうか、緩むね。あそうなんだろうな。なんか、はーってなる。うんうんうん、で、帰ってきて寒いから、うんってなる。一回行くとね、やっぱり、うんうん、あったかいとこがいいなぁと思いますね。いいなぁ。ねそう、南国の人も、やっぱり違うでしょ、うん、こう、緩んでるでしょ、うん、だって、沖縄の人、時間守んないもん、ね。守んないんだよね。あでもイベントやったんですけど、うん、ランチ会さやかさんとやったんですけど、うんうん、来てくれた方ありがとうございました。あの無添加ランチをね食べながら、どんなホテルだったんだっけ。あ、EM と発酵にこだわったホテルで、うん、暮らしの発酵っていう名前になってますね。面白い名前だねっていうホテルの名前、はい、そうです、やっと覚えたんやけどね。え、那覇から車で15分ぐらいかな、うん、あ、そうなんだ、でも海も見えるし、うん、めちゃくちゃこだわったホテルだったよ。へー、何色な。もうやっぱ合成洗剤一切使わない、うん、お掃除にも洗濯にも、おーシーツとか柔軟剤の匂いもやっぱりしないし、うん、もうロビー入った瞬間、うんうん、EM の加湿器みたいなのがあって、すごいいいな。でプラスその無添加のアロマオイルとか使ってたりして、うん、まあいい気持ちなんよ。化学物質過敏症の人でも快適に過ごせる空間になってて、それはすごい、うん、お風呂もすごいよ、うん、お風呂も EM がもう贅沢にドバドバ入れられてて、だからあさこさんが前大浴場に入ってそうしびれたしびれたって言ったけど、さやかさんとかコバシャルさんもやっぱり感覚が鋭いからそういうとこ分かるんだけど、あそこは全然大丈夫だったって言ってた。すごい、いい金まみれ、そう金を浴びれるホテル、すごい贅沢。そして食べ物も素晴らしくて、うんうん、特に朝食ビュッフェがすっごい豪華でね、うんうん、飲む EM があるんだけどね、うん、高いんよ1本5000円ですね。高い高い、うんうん、それを飲み放題、飲み放題か。すごい高いよあれ。そうだよ。でガブガブ飲んでる、まあ、ガブガブ飲んでる人もいた。それ赤字じゃないの、大丈夫な、赤字みたいね。あちゃ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 あちゃちゃちゃ、めちゃくちゃサービスがすごくって、もう料理もねすごくってね、砂糖を使わないんだよね、いいの、全部甘酒で甘みをつけてる、マジ、めっちゃ優しくて美味しい味だし、素材とかも、あの専用農場持ってたりとか、卵もさ、タコさん、あの平飼いの卵を、これも手で割ってんだって。マジで、そういうのありえないんだってさ。手割りで、うん、しかもスクランブルエッグを手作りするという。すごい。いや、もう知ってましたね。そうだわね。そうそうそう。もうできたさ、ベロンでしょ。温めてさ、ダーって出すやつ。レトルトの、うん。もういくら温めても固まんない、怖い、うん、怖い。卵を使ってます。普通のホテルって、それが、まあ普通。普通なんよね。らしいんだけど、一個一個手割りして。いや、それが信じられない。平飼いの卵食べ放題っていうのが。ネズミの国より夢の国でしたよ、うん、私にとっては。だからそのホテルもね、うんうん、その知る人ぞ知るいいホテルなんで、うん、アスリートの人とか、うん、スポーツ選手とかは、うんうん、あの知ってて、やっぱ食べるものとかいいから、あそっかそっか、うん、合宿とかに使われたりするんだって。もっとなんかみんなに広めたらいいのにね、金まみれのね、お風呂とかも健康になって帰れます。皆さんも行きたいですよね。行きたい。沖縄に行った時にはぜひとも泊まってみてください。娘さん帰ってきたんだって。そう、帰ってきました。あったよ、あった、私も。あ、もうあった。なんかね、すごいね、うん、一回りたくましくなった。そっち体も大きくなった。やっぱりずっとね、ロックダウンかなんかで、外出れないから、うん、臨時便でね、うん、飛行機帰ってこれたからね、うん、まあよかったんですけど。大変だったみたいね。そう、あの、香港に一旦行って、うん、そこでトランジットで16時間かかったんだって、うん、空港の中の店が、うん、
一つも空いてなかったなって。何すればいい16時間寝るの自動販売機すらないんだって。だからもう何も買えない状態で、お腹すくじゃないの。そう、お腹すいて、うん、でなんかクーラー効きすぎて寒いから、うん、で温めて、そうそう、うん、過ごしたいって言ってたわ。16時間。そう。たくましいな。やっと帰ってきてね、成田に着いて、うんうんうん、で、着いてから2時間ぐらいかな、うん、いろんな、またさ、P 検査とかさ、うん、いろんな手続きで2時間ぐらいかかって。ああ、やっぱ検査させられるんだ。うん、もう検査、検査、検査、向こう出る時も検査、検査。それは実費なの？実費。自分で払う。そうだよ。そうなんだ。何本ぐらい？うん、万円。マジか。やばいね。うん、そう。すごい鼻に突っ込まれてさ。そうなんだ。それで万円払う、うん、そう。やだやだ。迎えに行くのにさ、うん、あ、そうなんだ、公共のさ、交通機関使っちゃいけないっていうことになったからね。そう、うん、そう、車で行ったんだよ、何十時間かけて。岡山から成田まで。何時間かかるの？あの、まあ、すごいかかってたよね。休憩しながらね、うん、あのサービスエリアで行ったんだけど、うん、まあ、途中事故の渋滞とか、うん、あの、まあ、自然渋滞もあったしね、うん、まあ、渋滞にも巻き込まれ、うん、結局15時間かかった、うん、成田まで、しんど、往復30時間だから、うん、しかもさ、だからどこにも泊まらずにまた帰ってこないといけないんだよ。泊まっちゃいけないんだよ。もう本当なんか帰国者売金扱いじゃないけど、そんなバレないでしょ。うん、いやでも見張られてる、見張られてんじゃん、ちゃんとその連絡があるわけよ、うん、でちゃんと自宅にいますかって位置情報を常に送って、あとその電話がかかってきた時に顔認証で、ちゃんと、そこまでする、自宅にいますみたいなさ、それ2週間見張られるわけよ、うん、2週間毎日2週間、うん、だから時間も決まってないらしいよ。いつかかってくるかわかんないし。なんだそれ、囚人みたいな。そう。そう。そうね、かかってるわけじゃないんだよ、だって。うん、陰性だったんだったらいいじゃん。そうよ、いいと思うけどさ。なんでそこまでされちゃけんの、ね、陰性だけど、ほんと公共のね、交通使えないから、自家用車か、ハイヤーか、うん、なんか帰国者専用のバスに乗るか、はい、うん、でもそんなんないからさ、ね、そんな岡山まで連れて帰ってくれるバスなんかないじゃん、うんうん、じゃあ結局2週間家出れない、そうだから自宅待機してるわ。はあ、うん、ね、すごい書類もなんかいろいろ書かされたみたいで、うんうん、結構なんか、うん、それを破ったらどうなの、なんかちょっと脅されるような内容だったみたいで、そうだね、うん、やっぱりもうなんかあったら怖いって、やっぱり怖っちゃう、うん、変な決まりがいろいろあるよね、うん、日本人ってこう言われたことに逆らえないっていうなんかさ、うん、あるじゃん、それが多分海外の人からしたら、うんうんうん、びっくりぐらいないよ、うん、そこまでなんか従うみたいなさ、うん、なんか疑問を持たずに、しかも、うん、だからこういう放送ができない、うん、こういう放送やろうと思ってもできない理由はそこにあるんですね。これをねやったら、うん、そのあなんかこう決まりがちょっと変わったのねぐらいになって、またそ、うん、決まりに従うだけか、うん、これって本当になんか目が覚めてるんですかっていう感じじゃない、うんうんうん、ただ日和見金的なやつ、日和見金なんよ本当に、うん、なんか上が変わったらじゃあそっちねみたいな行くだけみたいな、何も変わってないな、そう、目覚めたわけではない、うん、やっぱあるよね、市役所とか警察署、うん、から電話がかかってきた、うん、ってなるよね、うん、何ってなるよね、ああいう人たちは本当に従う人たちじゃん、うん、もうきちっと従う人たちじゃん、うん、ね、だからそこは優秀は優秀なんだけど、優秀の意味がちょっとよく、ね、自分で考えることをしなくなったのはやばいよね、洗脳の教育を受けてますから、硬いよねやっぱり、その前例に従うとか、うん、過去になかった
った例は認められないよとか、うんうんうん、そうカチカチ、それだとやっぱ新しい時代って切り開いていけないなと思うし、そこなんですよ、なんかどんでん返しぐらい本当に変わっていくと思うのでね、これからねシステム的なものとかね、そこにさ果たしてどれぐらいの人たちがついていけるかってい う、ね、この10年が勝負なんだよ ね、 なんだよね、10年で大きく変わるみたいですね、はい、10年後にはもうどんでん返しになってるはずなので、うん、全く違う世界なんだよね、どういうのかちょっと想像もつかないですけど、だから両親に変わるのでね、金融から何から、教育から、物とかもね、変わっていくかもね、変わりますし、大体都会離れしていくと思うよ、これからね、働き方とかも変わるから、もうなんか10年後ぐらいにはもう通勤というものが過去のことになるらしいぐらい変わるので、もう今すでにね、自宅ワークっていうのが結構浸透してきてますよね、学校とかも過去のものになるかもしれないね、それはなってほしい、ね、寺小屋みたいな感じが、絶対そうなります、だから高等教育を教えるような場所がなくなりそうですね、目指すものが変わってこないといけないし、もう今それ目指してどうするのっていうのっていっぱいあると思うよ、なくなる職業が、そうだよね、いっぱいあるからね、新しい仕事もどんどん増えていくので、やっぱり必要なのは柔らかい頭、肩にはまらない新しい仕事を考え出すとかね、やっぱそういう人が強いんじゃないかなと思うんですよね、オリジナルで個性を生かした ね、あなたにしかできない仕事、それが必要とされる仕事だな、この10年の激動期を生き残りゲームなので、踏ん張りどころですね、今がね一番ね、ここ10年が一番大変ってことよね、この10年間にね変わりように耐えれない魂っていうのがいるんよ、しょうがないわな、それはもう地球から去る方向を自ら選ぶので、それはそれで認めてあげるっていうかさ、そっちの方が幸せ、そうだよ、ね、かもしれないね、そうよ、生き残る方が大変かもしれないよ、これから、そうよ、弱き魂じゃダメなんだ、硬い頭ではちょっと厳しいよね、ちょっとこうふざけたぐらいなんくるないさ精神生き方が、ね、流れに乗って、なんか真面目さんは逆にね、ちょっと苦しくなっちゃうので、苦しいと思いますね、笑って過ごせるようにね、しましょう、はい、宇宙とつながる音浴会です、12月25、26名古屋、こちらは満席です、ありがとうございます、27、28大阪です、はい、そしてですね、1月の予定です、21広島、22久留米、23長崎、今回長崎初めて行くんです、おーそっか、25熊本、26鹿児島、28宮崎、29大分、30日愛媛で、こちらもちょっとイベント今考え中です、はい、九州なかなか行かれなかったんですけども、もうね皆さんお待ちになっているので、やっと行かれますんで、楽しみにお待ちください、各会場8名限定ですので、お早めにお願いします、それではまたお会いしましょう、それではまたごきげんよう。